ほどね、この曲に入る前に花は蛇が好きというね、絵本11月にいよいよ出版という話がありましたが、ちょっとだけどんなお話なんですか？ですね、はい、花ちゃんという生き物が大好きな女の子がいて、みんなはピンク色が好きだったり、うさぎさんのぬいぐるみが好きだったり、リカちゃん人形、私たちの時代ですね、それ完全人形わかんないですけど、が好きだったりするけど、私どうも蛇が好きなんだよな、そういう女の子が、私って変なのかしら、どうなんだろうって思う、お話です。ここからどんな展開があるのか、これも皆さん見てのお楽しみということでね、アンズさんの可愛らしい絵とともにきっと物語が展開されているんだと思いますが、ぜひあの皆さん画集もね、出ているので、先週ちょっとご紹介しましたけれども、アンズと世界、これは急流堂さんですね、画集専門の出版社さんですけど、手に取っていただきたいと思います。こう見てるとなんかこう若とした気持ちになりますし、色使いもとってもこう多彩というかね、本当にこう何て言うんですかね、ポッポッとするんですよね、心がね。 ありがとうございます。明るくなるというか、あったかくなるというか、なので自分の中にいるとしか言いようがまあですね、でもというのは結局こういう平和で、何て言うんですかね、私が絵なんて一番先になんかこの社会の状況が悪くなったりと